パテインは、ミャンマーの港湾都市。旧称はBhé-sim。エーヤワディ地方域の州都に定められており、エーヤワディ川の支流である、パテイン川のほとりに位置する。ヤンゴンに次ぐ、ミャンマー第2の港湾都市に位置づけられている。パテイン県内のパテイン郡区に含まれ、区域内の中心地として機能している。パテインにはかつてゲビルマに存在していた、モン族の国家の領土の一部が含まれているが、現在のパテインに居住するモン族はごく少数である。居住する民族は、ビルマ族、ビルマイン教、カヤ族が多数を占めており、特筆すべき少数民族として、カレン族とラカイン族が挙げられる。かつて町に居住していたアラブとインドの商人の多くが、ムスリムであったため、町の名前はビルマ語で、イスラム教徒を指す語に由来すると考えられている。もしくは、かつてこの町にあった寺院の屋根にタカが集まっていたことから、町は、モン語で、Bhé-simと呼ばれるようになり、この言葉が転化して、パテインと呼ばれるようになったとも考えられている。19世紀に、ビルマが、イギリスの統治下に置かれた時、町は、Bhé-simと名前を変えられた。1948年にビルマ連邦がイギリスから独立した後も引き続きBhé-simの名称が使用されたが、1989年より軍事政権によって始められた地名の改称で町の名前はパテインに戻された。パテインで作られた日傘パテインはタトゥン王国やペグ王朝などのかつてビルマ南部に存在したモン族の国家の領土に含まれていた。パガン王朝の時代には、エーヤワディデルタの大部分は未開の地だったが、パテインは米の輸出港として機能していた。15世紀には、パテインはペグ王朝の支配下に入り、ビルマとタイの交易地として発展した。ヨーロッパの国家が東南アジアへの進出を開始した後、パテインにポルトガル王国の交易拠点が建設される。コンバウン王朝の統治下では、ビルマ国内の食料供給を満たすための米の禁輸政策が実施され、パテインからの米の出荷も制限を受けた。第二次エーメン戦争の後、1852年にパテインは他のカビルマの都市と共にイギリスに併合され、この地に要塞が建設された。第二次世界大戦では、1942年に日本軍の占領下に入るが、1945年にイギリス軍によって回復される。現在のパテインの街並みは、今もなお、イギリス植民地時代の面影を残している。米どころである、エーヤワディデルタの西端、ヤンゴンより 144km 西、パテイン川を約 110km 遡った地点に位置する。海岸線は、ベンガル湾に沿い、アラカン山脈に囲まれている。エーヤワディ水運の起点であり、上流部のバモー港の汽船が運航されている。パテインは海洋から離れた場所にあるが、フェリーでも訪問することが可能であり、ヤンゴン外部の三角州の港として、最も重要な役割を持つ。パテインは、ヤンゴンを支点として、ヘンザダを通る鉄道路線の終着地点でもあり、1990年代には、エーヤワディとモンユワを結ぶ道路網が強化された。また、空の玄関口としてパテイン空港が存在する。エーヤワディデルタ各地の米はパテインに集められ、ここで精米されて中央に出荷される。また、精米所に加え、町には地域を扱う製材所が存在している。市街地の北には日傘を専門とする工芸所が点在し、竹と紙による色鮮やかな日傘が作られている。パテインの職人によって作られた色鮮やかな日傘はミャンマー国内で高い知名度を持っており、現地ではパタンハティと呼ばれている。加えて、陶磁器と綿織物もパテインの名産品として知られている。町周辺の農地では、ゴマ、落花生、ジュート、トウモロコシ、豆類、タバコ、唐辛子などが生産されている。パテインは、ケッペンの気候区分の熱帯モンスーン気候に属する。雨季にあたる6月から8月の間は、集中豪雨に見舞われ、12月から4月にかけての、乾季は、他の季節に比べて冷涼である。1983年の国勢調査で測定された人口は 144,092 人であり、2004年、当時の人口は 215,600 人と推定されている。パテインには風光明媚な海岸と多くの仏教寺院が存在する。主な観光名所として、紀元前305年にアショーカ王が建立したと伝わるシュエモートーパヤー寺院が挙げられる。シュエモートーパヤーの周囲には、パガン王朝のアラウニシードゥオーラによって、ストゥーパが建てられ、改装と改築が繰り返された。現在の仏塔の高さは47メートルであり、上部は金、中間部は純銀、第3層は青銅で作られ、829個のダイヤモンドと843個のルビーで装飾されている。パテイン大学と初等学校の教員を養成するパテイン教育大学がパテインにキャンパスを置いている。また、パテインには周辺の地域からも利用者が訪れる大病院が存在する。パテイン大学現地の少女。ありがとうございます。